制球力ということですね。引っ張った、取りました、一塁へ、アウト、ワンアウト。先発引っ張った、サードが取る、一塁送球、一塁アウト、スリーアウト。2回の裏、さあイーグルス、この回は4番から始まります。バッターは浅村。イーグルス0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね、よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。ドカン、これは行きますね。高く上がった、入った、ホームラン、先制ホームランです。イーグルス、白球高々と舞い上がり、楽天生命パークのスタンドに消えていきました。ストライクを取りに来たところ、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。ベンチではチームメートに迎えられ、盛り上がっています。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。先制のアーチがここで飛び出しました。さあ、そして打席には浅村が入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですよね。ファウルです。大きく外れてボールになります。右中間へ持っていった、ぐんぐん伸びる、伸びていく、入った、ホームラン、浅村、スリーランホームラン、素晴らしい一振りでした。低めのボール、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。楽天イーグルス4対0、頼れる4番の一振りでした。その際4点、大きくリードを取りました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。ここでの追加点は願ってもないことでしょう。